ゆうたです。今日はですね、これができたら100万円ではなく1万円企画ということで、対決企画をですね、やっていきたいと思います。今回のルールは、3分の3本勝負ですね。で、勝負が決しなかったら引き分けなんですけども、まあその後ね、延長したいということであれば延長戦に突入します。延長戦で、まあ、僕が負けちゃった場合は、まあ、賞金は1000円になっちゃうんですけど、まあ、延長戦をするっていう選択肢もありです。ということで対決勝負行っていきたいと思います。ねえ、今夜君に会えたら光一つください、大切にするよ、ずっとずっといつまでも。どうも、謎の剣士カイちゃんでございます。はい、今日はですね、私の大好きリーネちゃんと一緒に今日は対戦で頑張りたいと思います。はい、今日はフィギュアまで持ってきました。はい、私の大好きな家宝にしておりますタペストリーです。はい、こちらも、はい、そうですね、はい、私の大好きなお守りでございます。はい、今日はですね、しっかりと頑張ってですね、江崎さんに勝ちたいと思います。頑張るぞい、ぞい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 、ぞい。時間です。
謎の剣士カズちゃんでございます。今日はですよ、私、メルヘン村ということで染まっております。ではですね、早速行ってきます。皆さん、ご視聴のほどありがとうございました。私の地元のメルヘン村の方撮影の方いたしました。はい、それでですね、今、CD の方実はこちら流れておりますけど、ドン・グリスの CD と、缶バッジ付きで販売されておりますので、この曲聴きたいなっていう方、どうかメルヘン村の方でご購入の方お願いいたします。